岩下ジャストンという曲に参りましょう。まずは2番手で登板したオリックスバーローズ22番ルーキー村西、井上空振り三振、その後マーティンにはこの1本ソロホームランを打たれました。1失点です。4回5回6回ときます。6回の投球です。6回の表、井上ピッチャーゴロ、ピンチヒッターレアード、空振り三振でした。3イニング数44球被安打1、その1本が先ほどご紹介したマーティンのホームランでした。今度はヒギンスです。7回の表、先頭清田フォアボールでした。ノーアウトランナー1塁で福田光輝は空振り三振、続く柿沼も空振り三見逃し三振と、ここまでは順調だったんですが、ランナー貯められて岡博美にセンターへのタイムリーヒット。3分の2イニングで降りました。30球被安打3、三振2つ、フォアボール2、失点は3という内容でした。ヒギンスです。続いて9回にマウンドに上がった漆原です。ノーアウトランナー1塁2塁、井上を打ち取ります。ライト大きなフライでした。ライトフライ、レアード、サードファールフライ、大物2枚打ち取りました。最後満塁でルーキーの福田光輝、ファーストライナーでした。満塁のピンチを出しました漆原です。まとめて3人ご紹介しました。今度はマリーンズです。先発岩下、1回の裏ノーアウトランナー1塁で福田セカンドフライ、ランナーを置いてジョーンズにツーランホームランを打たれます。レフトポール右側でした。ジョーンズオープン戦初アーチ。3回の裏ワンアウト1塁で吉田正尚ヒットを飛ばします。4回の裏です。ノーアウトランナー2塁、宗が右中間を破ります。タイムリースリーベースヒット。先発岩下は5回89球被安打9、打ちホームラン1本、三振3つ、フォアボール1つ、失点5でマウンドを降りました。続いてジャクソン行きましょう。日本球界カープで経験持っているジャクソンです。こちらはいい投球見せました。6回です。先頭バッター若月ショートゴロ、続くバッター後藤俊太ライトフライ、1番の大城サードゴロ、三者凡退に打ち取りました。